ビアレッティ社製、モカエキスプレスモカエキスプレスは、イ・ビアレッティ社の商標で、沸騰した水の蒸気圧でコーヒーを抽出する、方式の直火式のエスプレッソメーカーである。日本では、このタイプの器具を、マキネッタと呼ぶ場合がある。この器具は、アルフォンソ・ビアレッティにより1933年に発明された。オリジナルのものは、ベークライト製の柄がついたアルミニウム製であった。 ビアレッティ社ではモカエキスプレスの名称で知られる代表的なモデルを販売し続けており、現在はモカエキスプレスには1杯用から18杯用まで様々な大きさがある。現在では多くのメーカーがオリジナルのビアレッティ社製、モカエキスプレスを原型としたモカポットを製造している。各社のモカポットはビアレッティ社製のものとは異なる外観をしているが、これらは モカエキスプレスと同サイズのガスケットを使用しているためビアレッティ社製の補修部品が他社製のモカポットに使用できることもある。ビアレッティ社の英語のウェブサイトではこの器具をエスプレッソメーカーではなくコーヒーメーカーと称している。ヨーロッパで広く普及しており、ロンドンのサイエンスミュージアムのような近代産業美術博物館にも展示されているアイコン的デザインとして知られている。 ビアレッティ社があるイタリアでは、モカエキスプレスは多くの家庭にあり、マキネッタといえば、モカエキスプレスを指すほどである。なお、エスプレッソと呼ばれるのはマシンで、高圧抽出したコーヒーだけで、これらの直火式器具で作られたものは、モッカと呼ばれ、全く別の飲み物として認識されている。また、しばしば、直火式エスプレッソという語でも言い表される。なお、ここで言う、 モカの名称は、コーヒー産地のモカを表すものではない。断面図モカエキスプレスでコーヒーを抽出するまでの準備工程を説明する。右の装置断面図の A の部位にあたる、ボイラー部に水を入れる、ロート状の金属製ロート状のフィルターを取り付ける。細引き、あるいは微粉まで引いたコーヒーをフィルターに充填する。本体上部を台座部に固定する。 本体を熱源に加熱も加エキスプレスでのコーヒーの抽出工程加熱によりボイラー部では水が蒸発し水蒸気により加圧状態となる。この蒸気の加圧により熱湯が徐々にローオートに沿ってフィルターを経て本体上部に達する。これによりコーヒーを抽出することができる。パーコレーターと異なり器具を熱源の上に置いたままでも容易にコーヒーが煮立つことはないが ボイラーが空だの状態になるため、早めに熱源から下ろすようにする。実践的な、些細なコツは、ボイラー部内がほぼ空になると、蒸気の泡が上昇する湯と混じり合いゴボゴボという、独特の音を発するので、その直前に熱源から器具を下ろしてしまうことである。そうすると上部室の半分くらいに、コーヒーが入った状態となる。ガスケットが、本体上部と台座部を確実に密着させ、 ボイラー部内で安全に圧力を発生させる。何らかの不具合で内部の圧力が高くなりすぎた場合に、これを逃がすため、ボイラー部には安全弁が装着されている。モカエキスプレスは、定期的にゴム製シールとフィルターの交換を呼び、安全弁が固着していないかの確認をする必要がある。使用後は、ロート管、フィルター、上物質の内側の表面に、 コーヒーのオイル分の膜が残っていることが望ましい。この薄い膜によってコーヒーが直接アルミニウム製の内壁に。この薄い膜は器具を完全に洗浄する代わりに水で洗い流すだけで保持できる。モカエキスプレスは直火や電気式レンジの上で使用できるように通常はアルミニウム製である。しかしビアレッティ社は現在異なるデザインでいくつかの電気式。 エスプレッソメーカーやステンレス製の自家式のエスプレッソメーカーを製造している。ブリッカブリッカはビアレッティ社製のモカエキスプレスの改良型であるロート管の都出口に重りが仕込まれており圧力鍋と同様の方法でボイラータンク内の圧力を発生させる。これにより抽出されたものはクレマがあるという点では普通のモカエキスプレスで入れられたものよりエスプレッソに近い。 ムッカエキスプレスはビアレッティ社製のモカエキスプレスの改良型である。牛乳を上部室に入れる。特殊なバルブがコーヒーを上部室内の牛乳へ放出し、牛乳を泡立てながらコーヒーと混ぜ合わせる。出来上がった飲み物はカフェラッテやカプチーノに似たものになる。このバルブにはブリッカと同様に重りが仕込まれている。ムッカという名称はイタリア語の牛とモッカの 語呂合わせである。開発者の息子で、モカエキスプレスを世界的に普及させ、その筐体に、イラストとして描かれた二代目社長のレナート・ビアレッティは2016年12月に、死去し、17日に仮装されて1回は子供たちによって、本人の望んだ通り、収まるのに、最もふさわしい場所に、ビアレッティ社最大サイズ18杯用の、モカエキスプレスを骨壺として収められた。 ありがとうございます。